するか。よするか。よし。ちょっとやるか、じゃあ。なんかそのアナログマンだっけ。アナログマンってやつがなんかその、まあ、復活したみたいな。ちょっとそれがちょっと許せない。ちょっと個人的にちょっと許せないっていうのと、まあ、そいつを、なんつうの、そいつを放置したままっているっていう、ちょっとそれがね、それはちょっと心残りになってしまうの。何を、やつもなんだ、こうやって、なんかまあ、ちょっと探そうかな、みたいな。サルモキから、ニードロップ。うわ、ぶつか、暗いすぎだろ。やば。なにこいつ。結構強いな。で、まぁ、ちょっといくつか、まぁ、目撃情報みたいな。もう聞いたので、ちょっとそれでやっていこうかな、みたいな感じなんだが、いや、めっちゃ食らったな。まぁ、でも割と、まぁ、こっちはまぁ、強いな。なんか、回復してねえかなんか。まぁまぁ、初回だけかな。やたら強かった。すげえめっちゃ食らったけど。よろしいぞ。ぶっ飛ばせ。さあ、ぶっ飛ばせ。まぁ、なんか、イベントもちょいちょいやりつつ、まぁ、たぶんなんか全部やんないと思うけどな。まぁ、ちょっとなんか、いろいろ。見つつやろうかなっていう感じかな。まあ、問題はアナログマンがどこにいるのかっていうのは、それがまだちょっと把握できてないから、ちょっとあれだね。終わりだ。まあ、そのクリア後だからできるみたいな、なんか、まあ、いろいろなんかあるらしいので。かわすことチップ。いいね。大したことないな。負け惜しみ言ってら。はあはあ。エテモンってあれだっけ、なんかあの、四天王みたいな。デジモンアドベンチャーのなんか。おぉ、トイレが。どうすればいいんだ。エテモンとそのなんだっけ。なんかあの、マネキンっつうかなんかあの、なんかそういうか、マネキンじゃないけど、なんかそういうやついてんだ、なんか。と、ピエモンか。ピエモンもそうだっけ、ピエモンとあとなんだか、あれだったら、その、無限ドラモンだったかなんか、そんな感じのやつ。なんかメタル系のなんか、ドラゴンみたいな。間に合い。まれた。これなんかいんのかな。まあちょっと適当に徘徊するか、ちょっと。まあ、ここにいなければっていう、非常に無駄足になる可能性もあるんだが。おなんかいるね。これ誰だ、卵。無限ドラモンだ。あー。やばいか。卵。てんてんてんてれんてん強いのかな。そうやるか。うわ、結構なあれですね。長期戦になるぞこれは。それは厄介だね。終わりだ。地味にしぶとかったな。メルタン覚えた。お、なんか覚えたぞ。こいつは何だって。お、やめろ。弾が参加した。素早さチップ。なんもないのか。あー、じゃあ帰るか。これね。あれ、でもここにいんの。なんでこの、そうね。追い出されたんだよ。うん、家も売ってやるぜ。金のバナナ？出さない。高すぎだ。あとここもあったよな。裏次元？あれ？ちょっと待って。裏次元。あ？ここは。あれ？この奥に。え？あれ？バンデモンのあれはどこ行ったんだ？なんでこれが、また出てきてるの？しかもなんか強そうじゃない？ちょっとなんか一回りぐらい強くなってんのが、もしや。そういう感じ？なんか。こっから元の樹木さ。アイスデイモン。まだアイスデイモンって前いたよな。まぁ、ちょっとやるか。ちょっとあんま消耗したくないんだけどな。あれ意外となんかもう目標簡単に達成できそうな感じ。いやー、体力半端ねえな、マジで。終わりだ。すごいな、しかもこのなんか血まみれだぞ、なんか。敵強いのかな。なんか裏次元ってなってから、なんか裏段的な感じだと思うんだよね、そうね。あ、まだあれ。
ちょっとだからまあやばいかもしれんぞ。あんまちょっとあれだな、消耗したくないな。まあでも逆にまあここでよかったかもしれんな。そんなに？もうそんなにあれが食いまくってんのか君は。たまらんねえ。血が飛び交ってもブルーメラン。俺だ。終わった。てれんてんてん。てれんて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 ん。これ誰が？お。ウォーメチップをよさげなとこ、よさげなの一般人か。スラッシュチップ。これのやつ後でちょっと頑張って使っとくか。なんで待機してるの君たちは。まあ、チップ系だったらまあとりあえずまあ使うのもありだと思うが。とりあえず敵のあれかちょっと、おう、なるべくちょっとあれだね。お、なんだこいつ、戦車。あ、闇結合の館地下。あ、ワンでもいないか。なんか変なやついるぞ。あ、うげえアナログマン、マジかよ。ケータ幻？こいつは？あれ無限ドラマ？二度目の？意外となんかあれだったな。早く見つかったな。ちょっとこれ使おうぜ。あ、使えないのか。しまった。今回あれないぞ、ちょっと。816。まあ、そんな変わってんのか。ガンガンやってくるね。お、なんか激しいな。まあいけそうな感じではあるが、割と急だったな。こいつまで来たの。これはこれ回復してんのか。俺なんか回復してないか。テレテンテレテンテン。なんかまあ、まあ食らってるけど、まあそんなに思ったほどじゃないな。あ、でもこいつなんか必殺技ちょっと怖いんだよな。何してるかわかんないから、ちょっと一応、3500以上ちょっと保ってもいいか。うわ、つくついた。あー、危なかったね、今。掃除した。ああ。なんていうこと。トゥルトゥトゥントゥトゥルトゥントゥトゥ。ガンダムどこ行ってるんだよ。私のバンダム。おい。ふぅ。粘るね、しかし。まあ、なんか新しい技使ってはいるけど、なんかあれだな。いや、もうとんでもなく強かったらどうしようと思ったけど。まあ、よかったよ、その、なんていうか、一応まあ、常識の範囲内みたいな感じで。ちょっとなんかまあいろいろなんか徘徊しながら、なんかこいつ探そうかなと思ったけど。でもアナログマンどっか行ったのか。もしやこれじゃ、これで終わりじゃねえって可能性もあるんだよ。これ前哨戦の可能性もある。あ、ちょっと。あと一発だ。終わりだ。仲間になってくんないかな。てん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 。よし。結構いろいろ大変よね。すごいよ。ここに来てなんかお金がどんどんなんかあれだね。何とかつけたか。あ。消えた。ソウルも。意識がなくなって。ごめんよ。あー、操られたってか、そのなんかあれか。もしや。これ大丈夫だ。あの子は呪いか。本当に大丈夫なの？なんか怪しいけどな。めちゃくちゃ怪しいけどな。本当に大丈夫なのかな。ジジモンはあれか、一応報告しに行くか。まあ一応、もともとこれで呼ばれたあれだからな。はい。倒してほしいな。
野田みたいな感じだったよ。これでまた部屋になるかな。年間教授みたいに楽しいじゃん。お、腐りかけメロン。まあ、いらんか。まあ、いや。ちょっともったいないけど。素晴らしい店。66。どうすっかな。まあ、やることもだいぶやった感じだわ。あ、その鎖掛け目なんてなんだ。ねえ、これ。さまざまな素晴らしい効果がある。怖えな。怖すぎんだろ。どうしようかな。謎の黒石に下げられた。足分かって動けないのか。動けないというか入れないのか。入れないというか、なんかあれ、なんかさっきのはじゃあ特殊な状況だったところかな。お、ちょっとやるか、せっかくだからな。はい、まあもういけんでしょ。前結構強かったけどな。てん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 、もう全然違うぞ。あの時あんなにとんでもないぐらい手をずったのにな。てん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 、これだ。さあ、べちょうしなさい。これメルトダウンか。てん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 、よし。一体ネタの卑怯じゃないか。一体じゃ絶対負けねえ。明日の4時にまたここに来い。デジモンだけでストライカーだ。いいよ。じゃあ放置すっか。じゃあやつは放置しよう。さあ、あ、ここもなんか入れないじゃん。あ、じゃあ勝手にここダメなのか。どうしようかな。一旦まあなんかいろいろちょっと見ていこうかなと思ったけど、また今度でもいっかな。そしたらまあとりあえずまあ最低限のなんかまあちょっとついでにまあいろいろ見ようかなと思ったけど、まあ一応最低限のやることやったから、まあとりあえずは OK ってことにしとくか。またなんかまああったらちょっとまあぼちぼちちょっとやっていく感じ。おお、ほら最強。ずいぶんなんかあれだな、自信たっぷりだな、このわけなかにお茶めちゃうか。よし、ではさらばだ。